はい、ということでどうも荻野です。今日は、エクバ2、外部出力のお店を見つけましたので、そちらで、録画させていただきました。さてアレックス、ちなみに今日も僕一人の動画です。シュベルトさんは、まだそんなやってないんじゃないかな。まあね、始まってから2日3日しか経ってないし、未だにシュベルトさんとは初日にちょっとやったぐらいしかやってません。ということで今日は、元ね、ケンプとかガトゲーとか使ってた、トリス君っていう、子と一緒に固定をやってきました。で、荻野アレックスなんですけども、今回は M 角、ということで、機動力重視の方をやってきましたので動画にしてます。ちなみに相方は、ザクアメイジング、こちら L 角ですね。で、この試合が3本分アレックス視点が入ってます。でね、まあいい感じにね、あの L 角と1号2000の強みを見せられたんじゃないかなと。さあここで M 角使っていくが、これね機動力早すぎて落としちゃったんだよね。で覚醒技ブッパー外していくと、まあいつもの俺ですね。でメインサブメインで落としていって、まあ相方頑張ってもらってるんでクシャ落としに行きましょうと。いやー、トリス君強いんだなこれが。うん、で、アレックスなんですけど、いろいろ調べてる最中ではございますが、ぶっちゃけ M でいいんじゃねえかっていう可能性、あ、ここね、ここ落ちてきて速攻で L 角使ってもらって、もうすでに M 角がたまると。で M 角でバリバリっと詰めてって、そのまま覚醒技フィニッシュ。いやー、なんだろうね、1号2000で、まあ、1号側が M 角とか、まあないし S、S とかなんだっけ F とか、を使ってて、もう一歩、まあね、ザクアメが、特にトリス君のザクアメがすごい、自衛力高くやってくれたので非常にやりやすかったんですけれども、2000側が L 角を使うことによって1号が覚醒すぐ回ってきて、ぶっ放せるっていうのはすごく強く感じてて、特に本当今のなんかそうなんじゃないかな。1落ち号即、覚醒回ってきて、フェイコスに履けるっていうで、次の対面がバエルとなんだっけ、なんか強いやつ、あ、ここね、カクチャーがメイン CS カクチャーキャンセルで、そのまま置きカクチャーみたいな感じになって、強要ロケ取れてみたいな感じで、ちょっとずつねカクチャーの使い方も慣れてきたなっていう気がしますね。本当に、まあ相変わらずダメはめちゃめちゃ食らってるし、1号2000だからっていう助けもある。でここね、いや、やるわ本当に相方強い。でメインからメインチャージ打ってバイル来ちゃって、まあまあここはいいでしょうと。でこっちは覚醒溜まってるんで、どこで入っていくか、もう早めに入ってね、あのザクアメが覚醒吐けるようにしてあげたいので入っていきます。さあここはバイルを取ろうと思ってメイン打つが、さすがに遠すぎた、いくら早いとはいえ。で覚醒はずぶっぱで通らない、まあまあ問題ないでしょう。軽いダメージで済んでいるが、さあメインサブメインで降りて、こういう感じね。で M 角使う、ん？ L 角使ってもらって、もうこんだけ溜まってるし、でここね交通事故が起きて、あとはまあダメを取りつつ下がっておいて、ダメをもらっておけば、まあ覚醒溜まるかなと。さあこれ溜まりました。ここで吐くべきだったんだよ、チョバも溜まるし。だけどちょっとテンパってたね。でちょっともったいないことにはなっているが、覚醒もチョバもあるので適当なところで入っていきたい。さあバイルを追う形になる。覚醒だけね吐かせに行っちゃいたいなと思って、もうあれ溜まってると思うから、で覚醒吐けと。でこっちの覚醒技ぶっぱしてって覚醒吐いたんで、あとはバイルを追うだけで済むんですが、とりあえず落として、まあ覚醒ないでしょと。ただね早すぎたね落ちんの。ザクアメまだあんな残ってるしね。ただリンクバースを使ってもらうことによって、ここで覚醒が溜まっていると。でこの流れに乗って覚醒使って、一緒にバイルを追っていくと。いや、なんか本当にねすっごいやりやすかった。ちゃんと覚醒が回るし、ぶっちゃけ M 角の火力、まあ正直調べたんですよ、 M 角の火力どんぐらいなのっていう。まあ、普通に出ますよ。十分なすぎるぐらいダメ出てるんで、まあ、無理に F 角にこだわらなくてもいいのかなっていうので、ちょっと今後は、まあ相方とかにもよるけど、
M 角を多用していく可能性がありますっていう感じですね。で次3試合目、ペーナロペとフルグランサ、フルグランサ、フルグランス、フラグランサ、あいつね、フルグランサ強すぎ。いやー本当にこれもうね、俺が今気抜いてたから悪いけど、なんかねグイグイって曲がるんだよね。さあここ落ちてきてすぐ、覚醒使って後ろ勝ち上げからの、メインから、んザクメイン2発からの覚醒技かな。多分あれでね250近くは減ってるからね。250は言い過ぎかな、でも200は減ってると思う、あの覚醒技だけでね。さあペネロペ、オリウスエースが覚醒使ってくるが、ここは1回相方見捨てで逃げたいところではある。さあチョバブだけギリギリにしてリロード開始していくが、リンキメジバースト使ってもらったのでここは助けに行ってあげたい。さあ助ける。いやメインチャージとかの使い勝手は本当に前と同じだから、今まで通りのプレイ方法で問題ないと思います。さ あとはねサブとか、そこら辺の使い方をしっかり身につけていけば、まあある程度なんとかなんじゃねえかな本当にっていう、さあここは格闘チャージを、貯めておいてと思ったら事故って覚醒溜まっちゃう。いやー申し訳ない、ここはね食らうべきではなかった。でまあ、ちょっと早めに覚醒入ってダメ落ちていこうかなと思ったら剥がれちゃうんだね。ただ、こっちはミサイルじゃねえ、ガトリングやぞと。フルグランサ来いよ、こっちのガトリングに勝てんのかと思ったらフルグランサもまあ早い、まあ早いけど降りてくがある分と思ったら落とされていく。いやひどいな。でこの試合は、270からこの覚醒状態でもたまるんやでっていう、今の見たゲージのたまり具合おかしくない？いくらなんぼさ、L 角とはいえ。で、ここシールドして、落ちないようにだけして、まあ、相方も生き残ってるんで、こっち半角ありますよと。で、いいところで半角を使って取っていきたい。さあ、ダウン取ってもらったので、このままフルグランサの方に詰めていって、ブー角から覚醒技という感じで、アレックス、M 角、アリアナと。まあ、相方 L っていうのも、低コスコンビっていうので一つの、答えとして、出せたんじゃないかなと思います。それじゃあ今日の動画は以上です。また、そのうち上げますんでよろしくお願いします。